久保さん、お疲れ様です車中泊キットですね車中泊キットこれであの電気パソコンあの毛布2枚と布団1枚積んでますはいということで終わりましたね終わりました疲れましたねで久保さん明日10時で 10時時頃行きますんでよろしくお願いします。で、午後あたりに僕、まあ、いろいろちょっと多分撮影とかして、午後には、あの、出ると思いますんでよろしくお願いします。はい。で、今回はですね、世界に2台しかない車にしましょう。久保さん、あの、ナイトライダー来てなかったですね、今年は。だけど、70台ぐらい来て、で、1台、なんかその世界に2台しかないっていう、その、イギリスかどっかの車かな。まあ、誰が見ても、 ま、ちょっと希少価値あるなっていうのはわかるんですけど。な、三輪にしかないんですよ。三輪。で、なんかその人が言ってたんですけど、あのー、世界二台にしかなくて、で、一人、海外にそれを持ってる車の人がいて、インスタで繋がってね。で、なんか会いに行ったっつって、海外までわざわざ会いに行ったらしいんですよ。やばないですかこの絆。世界に二つしかないから。<laughs> 繋がった瞬間はなんか息、一なんだ、同盟して、 行きますみたいなね。<laughs> すごくないですか <laughs> ま、久保さんと僕も世界に一人一人二体ですね。まあ、いいや。<laughs> ま、このね、話から何が言いたいのかっていうと、あの、気象価値のある人間になるってことです。希少価値のある人間ですね。じゃあ、気価値のある人間になるためには、まあ、どうすればいいのかっていうと、あのー、まあ、続けるってことですね。続ける <laughs>。めちゃめちゃ希少価値ですよ。久保さんね。 多分こんだけ続けてるのって希少価値じゃないですか。てか僕たち以外こんなんでいないですよね。続けるだけで希少価値になります。で、あとは、久保さんも僕も知ってるんですけど、まあ僕と久保さんはずっと見てきました。で、僕は15年ぐらい見て、久保さん8年ぐらい見てましたね。うん。まあみんな辞めてきます。でもそれは続けた人しか歴史を見れません。辞めた人はわかんないですよ。 続けてる人は、あ、こいつもやめたな、あいつもやめたな、こいつもやめたな、みたいな感じだね。<laughs> あ、結局配信しなくなるってことで。だからね、続ければ勝てますよ。最近ですね、あ、これ、これタイトルにしたいな。最近ですね、主婦の方、あこんなメッセージいただきまして、主婦の方ね、主婦の方からいただいて、 吉谷さん、今月アフレートで7万5千円稼げました。これも吉谷さんから YouTube を挫折せずにアップすることと言われた私の弱小な YouTube からでも今回アフレートができましたと。よ、吉谷さんから YouTube 挫折せずにアップすることと。<laughs> 弱小 YouTube でも7万5千円稼げたっていうね。まあ、これタイトルにしたいのま、あいいや。で、この主婦の方なんですけど。うん。う稼げるんですよね、やれば。 やれば稼げるんだけどな。やんないですからね。まあ、ということでま色、あ、々いろいろとね。明日、えー、お話しできればなと思います。では、よろしくお願いいたします。